おっす、まお先生だぞ。えっとね、今日は、あのー、今、園で、ちょっとね、なんかポケモンがすごい流行っててで、指人形とかもあるんですけど、その中で、なんかちょっと延長の時に、まあなんか、先生が、フリーの先生がモンスターボールをね、たくさん、あの、作ってくれて、印刷して作ってくれて、で、この裏には、あのー、いろんなポケモンがいるんですよ。で、まあ、本当は、これで、なんかこの裏をこう一、 二つ出して、まあ、神経衰弱みたいな遊びをなんか延長でできるようになんかあの作ってくれたんですけど、なんかちょっと私がちょっとたまたまこの前延長に入った時になんか子供がこうカードをなんか神経衰弱やってるのを見て、待てよと。え、じゃあさ、これちょっと本当ポケモンのゲームっぽく遊べば面白くねと思って、まあ、年長の子だったのですぐルールを覚えてくれて、まあ適当にモンスターボールをこからですね。 こうやって、5個。あ、6個か。1、2、3、4、5、6。手持ちは6匹なんでね。6匹取りますと。ね。で、相手も、まあ、こんな感じで、まあ自分がね、中選んでいいんですけど、こうやってポケモンを選びますと。で、ここにちょっとまあなんか、ポケモンスタジアムみたいなね、モンスターボールの絵みたいなのがあると、もっと楽しめると思うんですけど、まあこんな感じで、自分と相手で、あの、6匹ずつね。 ポケモン、手持ちポケモン持って、まあ、実際自分はどこに何を置くかっていうのをちょっとこう決めてもらって、で、配置を決めるんですね。ここには何がいる、ここには何がいるとか決めといて、そんで、順番に出し合うんですよ、ポケモンを。一斉の出てここにこう来て相手も、まあ、例えばこうやってね、あの、出すんですね、フィールドに。で、で、二人、 組でも3人組でも4人組でも何でもいいんですけどこうやって一斉の出でめくります同時にでやった時にで、まあ、ポケモンのタイプあるじゃないですかで効果抜群今一つノーマル普通の攻撃であるんですけどまあ他のルールちょっと難しいんで、まあ、効果抜群のみとこの前はしてたんですねでこれだとまあ電気と、まあ、炎でまあ普通なので 勝負はつきませんでしたという。まあ、引き分けということで、ここにま、並べます。こんな感じでね、並べます。で、で、また、ポケモンを選んで、イケモンスターボールって感じでこうやってやりますね。で、一斉の腕と出します。で、これは、えー、っと、まあ、ちょっともう本当は、ゴーストとノーマルお互い攻撃は効かないので、お互い負けなんですけど、ま、あここはま、あちょっとま、引き分けということでね、ここもちょっとこう、まあ、難しいね、子供だと。 こんな感じでやりとりをしていって、で、順番にこう出して、で、また3回戦、ミ戦ので出、出して、あ、ちょうどいいタイミングですね。で、グラードンが地面のポッチャマが水なので、まあ、効果抜群。ということで、ポッチャマの勝ちということで、こっち負けということで、残念って感じで、こうやって何回勝負して何回勝つかっていうのを、ちょっとやってたら結構盛り上がって、まあ皆さんもね、あの、保育園、幼稚園、子供園、ね、 こんな遊びができたら、ぜひぜひやってみてください。まあ、ルールはね、あの、あくまで効果抜群ってやったら、まあ、学童とかでも使えると思うんですけどね。もし興味があったら皆さんちょっとやってみてください。本当になんかポケモンのゲームをしてる感じで楽しかったんで、私自身がちょっとね、あの、楽しんでしまったんですけど、こんな感じでね、で、何回勝てるかみたいな感じでやると、めっちゃ面白かったんで。で今、今はね、ポケモンのモンスターボールいろいろあるんでね、こんな感じで。 で、まあ、例えば、例えばですけどね。まあ、ちょっと、2個、2個タイプはのはちょっと、難しいんですけど、まあ、例えば、例えばですよ。ギラティナと、まあ、ソーナンスが出たとしますね。まあまあ、これはでも、ゴーストが、こっちに効果抜群なんで、まあ、ギラティナの価値っていうことでね。っていう感じとか、あとは、まあ、キューコンと、まあ、不思議花が出たとしても、まあ、メカ不思議花なんですけどね。で、そしたら、まあ、 草は炎に弱いので、球根の勝ちってな感じで、こんな感じで、ポケモンのね、まあ、バトルゲームというか,なんか、まあ、ゲームっぽくちょっと遊んだので、皆さん、よかったら、縁で、やってみてください。まあ、これ、ネットで多分、すぐインスできると思うんで、あのすぐ出せると思うんでね、あのー、まあ、明日から、すぐね、できると思うんで、ルールをお好き、自由に考えて、やってみてください。では、マオ先生でした。また。 頑張ってね、みんな。子供の先生頑張れ。バイバイ。